ゆっくりしていってね。かもしだめ。おっしゃ、いくぞ。かもしだめ。おっしゃ、いくぞ。始まりました。今回の第1試合の相手はレインボーミカです。なぜか今のバージョンで頻繁に当たるようになったキャラです。おや、対空はぴったりと出ますよ。あれ、重ねが甘かったみたいです。ミカ戦は置き攻めの重ねがとても重要になっています。暴れがうっとうしいのです。料理宅をガードされてしまいました。よし、なでしこに中央を引きつけてからの駒投げです。わーわーい。ラウンド2です。ミカのドロップキックにはしゃがみ中継を出します。ドロップキックをガードすると相手に逃げられて、しっかりと対処していきます。さて、画面端です。ガード攻めで相手の対空を潰します。ああ、自分で画面端から逃がしてしまった。ラッキー。この体力絶対は勝ったでしょう。一応 CA で締めます。クラッチカウンター一体が入っているので、通常コントロール戦で火星がかかり倒しきれない可能性があります。まあ、保険ですね。同キャラ戦で勝てると嬉しい。私が出なくちゃ始まらないだろ。ダーンって始めてパパッと終わらせちゃうよ。第2試合の相手はララです。嫌な相手ですね。ポイズンとの相性はずるずる悪い気がします。邪魔だよ。邪魔はミカアーマー、コマ投げ、ミカ突っ込んでくる技があり、無理やり攻めてくる感じが苦手です。7がいく突っ込んでくるのいるように、大事に技を突っ込んでおいておきませんかね。中断させないっす。V リバーさん、こちらのラブミーチェンバーで画面端から出したです。はぶっぱなしてなんぼですね。あんたの負け。ラウンド2。いきなり突っ込んでくるのやめてください。このままコマ投げ読みづれー。突き攻めだな。強いよな、バラは。やっと離れることができた。せっかく離れたのに自分で近づいてしまった。これわからん。ピンチですね。危ない危ない。どうしようかな。いけるか、これ。まずは空中に入れる。トリガー発動して、このルールを使う。ミニエックスラブミーテンダーでダウンを取って、初攻めにコメントして、裏に回して、ご視聴ありがとうございました。また見てね。